またなんかそういう何が緊張でいいのかほら、もう半年経ったね。この私が、あなたも、私もね、ジムに通い始めて、通い始めた理由もさ、通ってんの何やったっけ？そんなのために通ってるやったっけ？俺ははっきりとした理由があって、友達の子供、シングルマザーの子供をな、よく送り迎え手伝ってて、うん、で、その子が、なんか迎えに行くやん。そしたら子供たちがざわざわってやってるなって思って、でなんかある日ちょっと聞いてみようって思って、何をざわざわしとんやろって聞いたら、いや来た白カッパ来たよ子供たちには俺白カッパカッパなんやと思って、カッパに見えてたんやと思ってすげえ。そう、これはもう俺ずっと筋トレとかそういうのってもうちょっと正直ちょっと悪いんですけど、筋トレ家とかもちょっとみんなバカにしてたもう筋肉しか考えてないかって思ってやってたけども、これはいよいよ俺はもう子供たちにカッパと間違われてる以上やるしかねえと、やるしか少なくとも人間になろうっていう理由で今回このね筋トレを始めて、でありがたいことにこのビヨンドジムの池袋店、錦糸町店がこうサポートしてくれるっていうことで、完璧なる初心者の私がいよいよ半年ぐらい続けた、俺ジムで半年続けたの初めて。筋肉をこんなガリガリな状態でも筋肉つけれるかっていうのを試したいのと、ムキムキになるってこと。そう、あ結構じゃあ結構ガチでやる、頑張るやつやんな、ガチでやる。まあほんでこんで半年経ったけど、半年経ったわけよ。どんな感じになった？こんな感じ、こんな感じ。やだやめてよカメラマン、やめて。ちょっと見ないで見ないでもう見せないとダメです。こ恥ずかしい、おっぱいがさ、でも増えたと思わない、見てよ、やめてよハミパイしてるよこの人、ハミパイ、ほらここハミパイっていい単語だねハミパイ、ちょっとよく見てみて、ハミパイしてたら取らないでよ、ほらでもやめてでもあのね、衣装とかの他の番組で出てるさ、あのいつもこういう緑っぽい衣装、あらかじめもうあれ入らんくなって、足とかももう、そうなん、座れへんならパツパツで、また写真撮って載せるわこの辺に。実際先生どうなんですか、もう変わってるんですか？あ、重量自体も回数自体もだいぶ最初の頃と比べて上がってきてるんで、あの見た目の印象っていうのはもう間違いなく変わってきてますね。本当確かにちょっと違うよね。でもな、最初なんかこういう機械とかもな、もうゼロやってん、ゼロ、ゼロ。あ、もう一切何もつけてないってこと？一個も上がらんかってん、はい、この時になるべく困らないようにで最大限収縮する。だからもうこの機械使うとかじゃなくてなんか先生に押してもらって、なんかハンドパワーみたいな機械いらんやみたいな、そのくらいやったんやけど、今ちゃんとなんか重さも作れるようになってん。ちょっと見せてよ、ちょっと先生とどういう触れ合いしてるか。いや、触れ合いはさ、機械を使ってんねん。そうそう、今は機械、もう先生は昔はもうなんか手を押したい、昔は先生と触れ合ってたけど、今は触れ合い、そう、今は触れ合わなくても機械がやってくれるそう、まあでもさ、あのもやし時代、いや、もやしちゃうなどっちかっていうと、綿棒かな、綿棒時代はなんだろう、これゼロだったのが、なんか4ぐらい行ってみたいかな、なんか行けそうな気がする。だってパイパイがマジでほんハミパイパイしてるからね、ハミパイしてないで、ほんと舐めさせるぞ、ほんとにやだよダメやね、はい、おーちょっと待って、はい、1、2、ここで止めますよ、はい、めっちゃ余裕やな、はい、これ発泡スチロールが冷めない、発泡スチロールじゃないよ、確認して、大丈夫だよ、発泡スチロールじゃないよ、ちょっとアレちゃんやってよ、今のこれ腕がやばくね、そうなの、なんかおっぱいはなんか結構みるみるなんかこうなんていうの、この感覚なんていうの、上げれる感覚みたいなとか、対抗してこないでもらっていいですかね、なんか結構なんか超えてきそうだもん、目標はアレちゃんのおっぱいを超えるいや、じゃあ
まあでもちょっと脱ぐのはちょっと1年経ったら脱ぐって感じにするから。あ、ちょっと結構ボキボキにやったら。ちゃんとそう、まだちょっとね、みんなね、私の乳首見たいと思うけど、ちょっとまだ乳首はお預け。やめなさいよ。我慢してください。やめなさいよ、乳首は。本当に。じゃあなんかその数字的なものとかちょっと見てみたい。そう、体重ね。めっちゃ変わってそうだもん。まあ、前回測った時が 59.7 でした、今見たら。あれは2019年の8月のことだった。なんか先週みたいな感じ。そう、今は2020年の1月の末でですね、うん、はい、じゃあどうなるでしょうか。どうぞカッティングですか。はい、まずは棒状のものはまず持たなくて大丈夫です。棒状のものを持っていただいて下ですね。はい、棒を下に向ける。やめろ、やめろや。その棒というものは最初下に向けるものだから徐々に上を向けばいい。キラが出たらしい。なんか、キラキラ嬉しいことやね。こうキラキラとなったら。そうそう、はい。先生どうですか。順調すぎますね。本当に順調すぎるの。よかった。だいぶ筋肉量も増えましたし。体重はおいくらでしたか。体重も5キロほど増えてます。これをつまり脂肪じゃないの。脂肪も今多分こう筋肉つけるために少し、まあ、摂取のカロリーを増やしてて、そうそうそういう状態の方が筋肉を増やして、もちろん脂肪も多少ついてくるんですけども、それを加味しても純粋に筋肉量が3分ちょっと増えてるんで、こう筋肉量1キロ増やすだけでもすごい努力ですよね。そうなんだ。だいぶご自身でも頑張られる証拠だと思います。よかった、筋肉量も脂肪も順調に増えてる。まあ抱き心地が良くなったんじゃないでしょうか。抱き心地ぬいぐるみか。じゃあもう 全然すごいいい感じ。なんかそのなんか注目のするところってあります。純粋に筋肉量ですね。ここがすげえ上がってるっていうのが筋肉量、はい、筋肉量が本当に上がりましたね。よかった。まあ、重量を見てても回数見てても そう。その半年間をかけて筋肉量、筋肉が3キロぐらい増えたってことですね。そうですね、純粋に。ということはそれはどうなんですか、ペース的には。早いですね。早めですか、はい、よかった。普通はどのくらいですか、半年だと。半年で1キロ増えればいいかなとか。そんなに、はい、これやろ、ロシア人パワーってことなのかな。半年で1キロ増やす、すごいくない。3キロなんやって。こう週3定期的にしっかり来てるんで。そうやね、バッチ式。そうやね、だって言ってるもん。今日なんか食事も頑張るんですね。明らかに変わったのが食べる量。あ、なんか昔は食べるのがめんどくさい人やったね。もうなんか食べるの作るんやったらもうめんどくさいからいいわ食べとこっていうのがあったけど、お腹空いてるのにめんどくさいから食べないの。そうで、そんなお腹も空かんかったけど、今はもうめっちゃお腹空いて、多分まあ筋トレやってるせいもあると思うんやけど、その意識してあのご飯とか食べるようになったから、食べる量が単純にめちゃくちゃ増えた。あ、じゃあもう何でも食べてるってこと。そうそうそう、食べ物が大事なんですよね。ポテトのハンバーガーも。もういいって、そんなん食べてんの今日分かって聞いてるよ。テレビ向けコメントいいねん、そんなもんみんな分かって。いやだってハンバーガーとかポテトなんか食べてるわけないってみんな分かるんや。なんで知りやん、みんなそんな。なんかあー、じゃあなんか何でも食べていいんやんって思う人もいるよ。おらへんよな、そんな思ったやつおる。一人でもおったらちょっと。あんたみたいにさ、パスタはサラダやって言う人がいるかもしれない。パスタは俺サラダやと思う。ほらだって臭いやもん、あれ臭い。すいません、あれ先生、パスタは食べてダメですよね。いや、パスタは食べてダメってことはないですよね。ダメってことないけど、はい、そんなに食べ過ぎは。具材もよりますけど。ちゃうねん、はい、ここはなんかそんな感じじゃないねん。その炭水化物を食べるなみたいな、糖質を取るなみたいなことは言わへんねん。むしろなんかちゃんとバランスよく取りなさいみたいな。じゃあやっぱなんか作る体によってなんか取る食事も変わってくるってこと。ちょっと先生に話させようよ、ね、ちょっともうさっきもうだってもうポキポキ鳴らしてたよ。先生ずっと話取られるから、今タンパク高タンパク質で低脂質でみたいな話をしようとしたところをずっと私たちが取ってるから。先生タンパク質食事についてちょっと教えていただけますか。そうですね、まずブラスさんの食事を見てる中でやっぱ炭水化物中心の食事を取られてたんで、まずはタンパク質量を毎食しっかり1日一定量取るっていうアドバイスした上で、まあ、炭水化物も、まあ、油も絶対的に必要なので、その割合をちょっとずつ、まあ、伝えながらしっかり1食でバランスよく取れるように指導していました。あとなんかね、 LINE とかで送るじゃない。そしたらさ、なんか卵かけご飯とかドヤ顔で送りつけるのよ。そう、そしたら
そしたら卵は生よりも茹でたりして熱を通した方が吸収がいいよとかそういうなんか豆知識が来る。そうで自分はそれに対してやっぱり生が好きハートとか懐かしいですね。先生そういう楽しみもあるんだ。楽しかったですね。そういう楽しみ方もあるんだ。そうそうそうよ、そんなもんよ。食事管理っていうのはちょっと多少楽しみながらやったらそれがさ、私が先生に送ったらちょっとおかしいよ。私はちょっとダメだよね。じゃあもうこれからね、半年間頑張るわけだけど、うん、これからちょっと頑張っていきたいと思います。それではブラちゃんのどんな筋トレをやってるか、どんな筋トレやってるかを、トレーニング映像をお楽しみください。エロい目で見たらあかんで。